皆様こんにちは。昨日からの3連休の真ん中日、今日の午前、消火器関係のセミナーに続きまして、午後は、一般的には経営セミナーと言われるコマをいつも設けているんですけど、今日はオンライン診療を取り上げさせていただきました。で、特に昨年ですかね、オンライン医学管理料が新設され、厚生労働省からオンライン診療の適切な実施に関する指針も発表されたということでございますので、ここで、こういう初めてですかね、私どもも取り上げるのは、こういう領域についても勉強していただけたらと思いまして、機会を設けさせていただきました。で、今日はですね、講師がご案内では島様という方でしたけど、今流行りのインフルエンザで褒められているということでございまして、今日はメドレークリニクス事業部パートナーセールスマネージャーの太田優様に、代わってお話をいただきます。太田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はじめまして、株式会社メドレーの太田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。またこのようなですね、貴重な機会をいただきまして、重ねて御礼申し上げます。で、冒頭申し訳ございません。本来であればですね、島がちょっと登壇をしてですね、お話をさせていただく予定でしたが、今お話ありましたように、ちょっとインフルエンザでですね、体調もだいぶ良くなったんですけども、ちょっと何でしょうか、潜伏みたいなのもありますので、皆様にご迷惑をかけないようにというところで、ちょっと大事を取らせていただいております。で、ただ私もですね、この会社に入社いたしましてですね、1年ちょっとになりますが、昨年、ですね、もう今ご紹介ありましたようにですね、4月に診療報酬として新設されましたこのオンライン診療料ですね、それから医学管理料の前からですね、この業界には携わっておりますので、そういったところも踏まえまして、本日タイトル通りですね、オンライン診療の現状と今後の展望ということで、少しですね、オンライン診療のこの変遷であったりとか、現状、どのようにですね、どういった診療科の先生がこのオンライン診療をご活用いただいているのか、もしくはですね、今国もですね、このオンライン医療ですね、この服薬指導であったりとか、あとそれから、電子処方箋ですね、これも進めていこうと、そんなようなですね、流れにあるかと思いますので、そういったところをですね、網羅的に情報提供をさせていただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、お配りしておりますちょっとテキストの中以外にですね、少し、中にですね、もう少し網羅的な部分をですね、お伝え しようと思って、枚数増えておりますが、その辺はちょっとお話の中ですね、入れさせていただければなというふうに思っております。で、最初ですね、オンライン診療お話をさせていただく前に、ちょっと、メドレってどんな会社なのかというところをですね、少しご紹介させていただければなと思います。で、株式会社、メドレーと申しますが、今ですね、拠点は東京にある会社になります。で、設立が2009年の6月になりまして、今年でちょうど10年目の会社になります。で、従業員なんですが、先月というかですね、昨年末で、約300名ほどですね、なっているというような会社になりまして、いわゆる中規模医療ベンチャーですね、というような会社になるかなというふうに思っております。で、今ですね、事業に関しては、今日ご紹介させていただきますオンライン診療以外に5つ行っております。で、一番、皆様から見ていただいて左側にありますですね、媒体から少しご紹介できればと思うんですが、これジョブメドレーというですね、媒体になります。で、このジョブメドレーですね、よいしょ、こちらの媒体ですね、この媒体は、成功報酬型 の求人のマッチングサイトになります。この媒体の中に事業者様とそれから求職様がですね、こう入っていただいて、お互いにこの雇用をですね、調整いただくというものになります。通常ですね、こういった雇用ですと、やはりエージェントさんとか使うと、20%、30% ぐらいですね、手数料っていうのはかかるというのが通例だと思うんですが、我々ですね、こういったインターネットの媒体を使うことによって、極力ですね、事業者様にお金がかからないようにみたいな形で設定しておりますので、例えばコメディカルさんとかでも正社員で雇っても8万円とか、看護師さんでも10万円、20万円とかですね、非常に安価でですね、成功報酬したときだけいただいているというような媒体になります。
で、やはりまあ医療業界ですね、まだまだ人材なんですので、このジョブメドレーっていうところがものすごく今ニーズをですねいただいておりまして、まあそういったそのジョブメドレーでいただいている収益をですね、その他の事業にこう投資をし続けていると、そんなような媒体になります。で、オンライン診療ですね、ちょっと挟みまして、この医療辞典メドレーに関してなんですが、この媒体は言ってみればですね、医療のですね、ウィキペディアの、まあ、医療版みたいな形でお考えいただければなと思います。医師がですね、これ600人ほどですね、協力監修をしているんですけれども、まあ、インターネットを使われるユーザーさんだったり患者さんにですね、まあ、真なる医療の情報ですね、まあ、正しい医療の情報をお届けしたいというところで、作っている媒体になります。まあ、いわばその、昔で言う DNA さんのですね、まあ、ウェルクっていう事件ですね、皆様もしかしたらご存知いただいているかと思うんですが、まあ、割とその、まあ、水でガンが治りますよみたいなことであったりとか、まあかなりちょっと、なんすか、DNA さんの媒体でですね、キュレーションサイトで、ものすごくちょっと本当なのみたいな、情報がですね、蔓延してしまった。そんなような、ことがあったかなと。で、まあ、国的にもですね、これ動かなきゃいけない。そんなような、状態になってたかなと思いますが、まあ、そういったところも踏まえて、我々に関しては、これじゃいけないよねということで、先生方にですね、医師にですね、協力をいただいて、こういった媒体を作っております。で、一番、右側にあります、この介護の本音。これはなんですけども、まあ、老人ホームとかをですね、そういった入居者さんにこう紹介をする、そんなような媒体になっております。で、いずれにおきましてもですね、まあ、我々この医療ヘルスケア分野の課題を、これ、まあ、インターネットとか、こう IT で解決していこうというのを、モットーに置いております。で、ちょっと特徴的なのがですね、まあ、我々、こちらにも書いてありますように、代表取締役のですね、医師、ちょっとまあ聞き慣れないですね、ワードなんですけども、代表取締役医師、豊田というのがおりまして、でこの豊田をですねはじめとしまして、常勤非常勤含めて12名ですね、今社内で、まあ言ってみれば我々と肩を並べてですね、このシステムを作っている、そんなような会社になります。なのでですね、やはりこういった診療行為におきましても、当然こう先生の目線だったりとか現場の視点というのは絶対的に必要ですので、まあ、そこを欠かさずですね、そういった医師の監修のもとですね、こうシステムを作っている、そんなような会社になります。で、まあ、これちょっと本題に入っていければなと思いますが、まあ、我々なんですけども、このサービスですね、このオンライン診療に関してはおよそ、3年ほど前からですね、提供させていただいております。で、今、実質ですね、導入いただいている医療機関さんに関しては1300を超えてきまして、この診療回数に関してもですね、まあ、3万回ですね、超えてきております。で、まあ、これが多いか少ないかというところはさておきなんですが、まあ、我々本当にその黎明期の頃からですね、このオンライン診療に関して、普及促進をさせていただいております。で、先ほどお話しさせていただきました代表取締役医師豊田なんですけども、この写真に写っておりますが、割とこの、テレビですね、こう取り上げられる機会というところもやっぱりありましたりとか、あとはその各地でですね、先生方にですね、オンライン診療ってこういうものですよという形でこう普及活動を、まあ、していったというような会社になります。まあ、そういったところもありまして、昨年の4月のですね、オンライン診療料、医学管理料ですね、こう新設される前のですね、未来投資会議とかに、そういった会合にもですね、まあ、我々会社として呼ばれる機会もありまして、まあ、そういった、まあ、我々ですね、まあ、社内のこう、医師によるですね、まあ、意見聴取みたいなのもですね、させていただいたと。そんなようなところがあります。でまたですね、こちら、これはまあ首相の官邸にもですね、ちょっと呼ばれて、まあ、オンライン診療ってこんなものですよということでですね、お話、ご説明をさせていただいたりとかをさせていただきました。で、これはですね、福島県の小高病院ってですね、その原発で、まあ、避難地域に指定されているところにある病院があります。で、ここの病院の周りの先生がどうしても避難をしなきゃいけないということで、どうしてもですね、医師の偏在が起きてしまって、まあ、ここをですね、まあ、ただ、そうは言っても、こう、住民がいらっしゃるので、その住民の方を治療継続をするために、オンライン診療取り入れられないかということで、まあ、我々のシステムを導入いただいて、そのデモをですね、紹介をしたと、そんなような経緯になります。で、まあ、首相に関してもですね、まあ、こんな便利なものがあるんだったら、まあ、どんどんやっていこうというところもありまして、で、まあ、後ほどちょっとお話しますが、やっぱりこの国のですね、このオンライン医療というところにも少しですね、お手伝いできたのではないかなというふうには思っております。
ではオンライン診療なんですが、どのようなものかということかご紹介できればと思いますが、まずこれオンライン診療、これ定義がございます。ちょっと読み上げさせていただきますと、遠隔医療のうち医師患者間において情報通信機器を通して患者の診察及び診断を行い、診断結果の伝達や処方等の診療行為をリアルタイムに行う行為となっております。遠隔医療と呼ばれていたんですが、これは4月にですね、昨年4月にオンライン診療に統一をされております。いわばこれビデオチャットですね、これを使って医師が患者さんを診療する行為でございます。で、外来入院訪問診療に次ぐですね、4つ目の診療スタイルということで、昨年のですね、こう4月に報酬として新設されたこのオンライン診療料ですが、これ、ちょっと細かく見てみますと、基本診療料ですね、この枠組みに入っております。ですので、初診、再診と並列した形で今回、新設をされております。ですので、始まったばかりなんですけれども、国としては、このオンライン診療を使って、で当然ですね、対面に置き換わるものではなくて、あくまで対面を補完する診療行為にはなりますが、これを使って患者さんを見てってあげてくださいねという、いわばスタンダードな診療行為の一つというふうに位置づけで設定をされております。でここからですね、少しこうオンライン診療に関してどんなふうにやってるのかということで、もしかしたらもう皆さんご覧になられているかもしれないんですが、テレビが最近ですね、取り上げられる機会が多いので、一つちょっとこちらで抜粋させていただいてご紹介できればと思います。オンライン診療を活用しているのは働く男性だけではありません。8歳と3歳の双子、3人の子育てをしている青木恵美さんです。育児と家事をしながら週5日パートで働いています。三女のカエレちゃんは喘息を患っていて、小児科に定期的に通院しています。呼吸ができなくなって、ひどい時はもう歩くこともできなくなっちゃう。発作が起きた時の治療や薬の受け取りなどで病院に連れて行く機会が多く、その度に仕事を休んだり家事を中断しなければなりませんでした。こんにちは。お水はどう？涙ちょっと出てます。病院での診療が原則ですが、容態が安定している時に限定した上で、少しでも負担を減らすため自宅で診療を受けることに決めました。子どもたちが病院で他の病気をもらってくる心配もなくなりました。家のこともやんなきゃいけないし、次の日の用意もあるし、それでもう夕飯も作らなきゃいけないわけね。この時間取られないのは本当に便利ですね。このオンライン診療、医師もメリットを感じています。およそ1年前に導入した埼玉県にある皮膚科です。きっかけは患者からの声でした。開業当初は一般の病院と同じように患者を順番に見ていましたが、待ち時間が2時間を超えることも増え不満の声が。そこで1年半前に完全予約制に移行すると、今度は予約が取りづらいと言われるようになり、症状が落ち着いている患者を対象にオンライン診療を導入したのです。もう一つ診察室が増えるっていう感覚ですね。予約がない患者さんは診察できないということになってしまって、それも私たちは心苦しかったですね。やっぱりどうして見ていただけないんですかということで、でやっぱりできるだけ多くの方を診察したい、かつ患者さんの待ち時間を短くしたいっていうところで、オンライン診療っていうのはすごく効果が高いと思いました。はい、ありがとうございます。で今映像にもありましたように、やはり患者さんサイドとしてはですね、これ子育てをされていらっしゃって、やっぱりこう通院の負担をですね、日常生活がある中でですね、通院の負担があると感じられている方であったりとか、あと働き盛りですね、働き盛りの世代で距離的な制約はないんですけども、どうしても時間的に通院の時間が作れない、そんなような患者さんに対してですね、使っていきましょうというような流れになっております。
でまた医師サイドはですね、どうしてもこのオンライン診療を取り入れるにあたって新しくオンライン診療のための時間枠を設けなきゃいけないんじゃないかというふうによくご質問いただくのですが、どちらかというとですね、この先生おっしゃるように診察時間中にそのオンライン診療を取り入れられるというケースが多いです。なので外来の合間にですね、オンライン診療の予約枠を設定してもらって、でそこの時間になったら患者さんに先生の方からアクセスをしてオンライン診療をやってあげる、そんなような運用になっておりますので、なのでちゃんとこう診察時間中にでもですね、やっていただけるような、そんなようなですね、弊社もシステム設計を行っております。からオンライン診療に関しての変遷を少しご紹介いたします。もともとですね、このオンライン診療は、遠隔医療っていうキーワードですね、20年ほど前から日本ではスタートをしております。で、当時はですね、やはりこう公民館にこう患者さんを、集めて、例えばこう離島だったり僻地といったですね、なかなかこう通院できない患者さんを集めて、テレビ電話、大きいテレビ電話を使って患者さんを、テレビ電話でですね、遠隔にいる先生が診療する、そんなようなスタイルだったんですが、そこからですね、こうスカイプとかですね、インターネットが徐々にこのウェブ網というかですね、ネットワークがですね、こう広がっていくにつれて、オンライン診療っていうのは実質できるようになってきたというところになります。で、大きく変わりましたのがこう2015年の8月です。こちらが厚生労働省によって遠隔診療の事実上のこれ解禁通知、解禁通知というのが出されました。で、こちらの遠隔診療の解禁通知によって、もともと離島だったり僻地だけしか使っちゃいけませんよというふうに言われてたのが、これが必ずしも離島や僻地だけではなくて、近距離なんですけれども時間的な制約があってなかなかこう通えないんですというような、そんな患者さんに対しても、使ってあげれるようになりました。で、そこからですね、昨年の、3月のこのオンライン診療料と、それから医学管理料というところで、つながっていくわけなんですが、じゃあ、2015年8月からどっとですね、この3月に至るまでですね、増えたかというと、実はそうではございませんでした。で、理由としてはですね、2点あったかなというところで、我々考えているというところなんですが、3月まではですね、いわばその診療報酬面で、これは非常にやっぱり低い評価でしたというところで、3月まではですね、電話等再診、いわば72点のですね、電話等再診の枠組みだけでですね、診療を行っておりました。で、そうするとやっぱり病院もですね、経営をしなくてはいけないので、見れば見るほど、収益が下がってしまうと、オンライン診療を使って見れば見るほど収益下がってしまうということになると、なかなかでききれなかったということがありました。で、2つ目ですね、これは曖昧な運用ルールと記載ありますが、やっぱりこれ便利な反面ですね、例えばその自由診療の枠組みで、ED のですね、治療薬だったりとか、AGA の薬剤というのを、初心からこう全国にですね、こう郵送してしまって、いわゆるその収益目的みたいな形でやられる医院さんもですね、不適切な医院さんも一部やはり存在をしておりました。で、そうしますと、やっぱりやられてない先生から見てみますと、やっぱその海のものとも山のものともつかないですね、この診療行為って大丈夫なのかというご懸念があったというのが事実でした。で、それらに対しまして、4月から何が変わったかというと、まず1つ目、この診療報酬の、報酬面に関しては、これはもうご存知のようにオンライン診療料、それから医学管理料が新設をされましたの。そしてまた、後ほど詳しくご紹介しますが、療養の給付と直接関係ないサービスの費用というのが活用できるようになりました。ここは結構キーになります。で、2つ目の曖昧な運用ルールですが、こちらは、オンライン診療のガイドラインというのが策定されまして、このガイドラインをしっかり準拠することというのが、国からですね、オンライン診療を活用、する患者さん、医療機関さん、それから我々みたいなベンダーに対して、策定がなされました。そこでしっかりと、土壌がですね、基礎地ができたというところから、4月以降ですね、徐々にこう今広まっていっていると、そんなような現状になっております。では、その変更点なんですが、ポイントとしては何があるかというと3つございます。まず1つ目、これはオンライン診療の適切な実施に関する指針ですね、通称ガイドラインと申しますが、このガイドラインの策定が行われたこと。そして2つ目、オンライン診療料、それから医学管理料、これが新設されたこと。そして3つ目、これが療養の給付と直接関係ないサービス等の費用、これが使えるようになったことになります。
まず一つ目のオンライン診療のガイドラインに関してですが、こちらはまあ使われるですね、こう患者さんであったりとか、あと医療機関さん、もしくは我々みたいな、ベンダーが守るべきことということで、例えば、まあ、運用のルールの中に、まあチャットはチャットですけれども、テキストチャットだけで、やり取りしてはダメですよ。しっかりとこうリアルタイムでフェイス2フェイスの、チャット、ビデオチャットを使うことをしないとはダメですよというようなルールができたりとか、あとは、まあ、ビデオチャットなのでやろうと思えばそのいわゆるそのフェイスタイムであったりとか、あとスカイプですね、これも、使っていただくことというのができるんですが、ただこれ使ってもいいんですけども、使う場合に関してはそこの会社さんがちゃんとオンライン診療をやるにあたっての国が定めている、クラウドのですね、まあ、3章3ガイドラインというのがあるんですけども、それが乗っ取ってできているのかということであったりとか、あとセキュリティですね、そのセキュリティに関してちゃんと準拠されているのかということをしっかりと、見た上で使ってくださいというふうに、なっております。で、まあ、なかなかちょっとスカイプであったりとかフェイスタイムさんがそれをやっているかどうかというところまでは先生方もなかなかこう把握しきれないところがあるかなというふうに思いますので、まあ、そういったところはやっぱり我々みたいな会社を含めてオンライン診療を提供している会社をですね、使っていただいた方がいいのかなというところではございます。はい。で、ここからですね、そのオンライン診療料とそれからまあ医学管理料なんですが、まずこのオンライン診療料です。で、オンライン診療料はこれはまあ70点、つきました。で、70点つきましたが、ただ、こう算定できるですね、管理料というのが今のところですね、制限があります。こちらに記載あります特定疾患療養、ごめんなさい、ちょっと文字がちっちゃいんですけども、もしあれでしたらちょっとお手元のハンドアウトを見ていただきながらなんですが、特定疾患療養管理料を、含めた10個のですね、管理料、こちらの管理料を取っている患者さんに対してオンライン診療を提供して、OK ですよとなっております。で、ただですね、算定4系であったりとか、あと施設基準に細かい、内容が記載ありまして、で、よくですね、こう先生方から質問を受けることでですね、例えば算定要件の部分なんですが、これ6ヶ月の間ですね、まあ、連続6ヶ月間、この管理料を取って見てる患者さんじゃないとオンライン診療を使ってはダメですよというようなですね、書き方がなされております。で、オンライン診療で、あ、ごめんなさい、対面で6ヶ月連続ですね、見られているような患者さんであれば、これ別にオンライン診療にわざわざ使わなくても、ちゃんと通院してもらえばいいじゃんと、通院できるじゃんということでお話しいただくんですが、で、ここに関しては実はですね、その後に厚労省の疑義解釈が出ております。で、後ろの方にも記載あるんですが、直近12ヶ月以内ですね、12ヶ月以内に6回ですね、来られている患者さんであれば、その患者さんに対してはこれオンライン診療を使っていいですよとなっております。なので、例えば隔月で来られている患者さんですね、まあ、連続じゃなくても隔月で来られているような患者さんに対しても、1年間のうちに、まあ、6回ですね、かかっていればですね、その患者さんはオンライン診療を提供しても良いとなっております。で、2つ目、施設基準の部分で、緊急時にですね、おおむね30分圏内ですね、見れる患者さんのみにこのオンライン診療を提供してあげてくださいとなっております、というふうに読めるですね、書き方になっております。で、ここに関しても30分圏内の患者さんだけのオンライン診療の提供だったら、それこそその患者さん、来てもらえばいいと、通院してもらえばいいということで言われております。で、ここに関しても厚労省の疑義解釈が出ておりまして、やっぱりまあ質問にですね、これどうなのって疑問に思われるんですね。質問、疑問に思われていることに対して質問が出ておりまして、ここはですね、ここにおおむね30分圏内ですね、30分以内というふうに記載があります。ですのでですね、こう必ずしも30分でなくてもよくって、日常的に先生にかかられている患者さん、いわば通常ですね、日常的に先生が見られている患者さんであれば、これは別に30分じゃなくても、1時間だろうが1時間半だろうがですね、まあいいですよ、その患者さんに対してオンライン診療を提供して OK ですよというふうに、疑義解釈が出ております。なので、まあ、ここに関してもですね、先生方におかれましては、まあ、その今見られている患者さんで日常的に6ヶ月間、1年間に6回ですね、来られている患者さんであれば、このオンライン診療料を使っていただくことが可能になります。
ただ、まあ、今見られるですね、疾患に関してはこの10項目になりまして、代表的なこの特定疾患療養管理料なので、いわばその生活習慣病の患者さんですねに対して使っていただくというのが一番有効なのかなというふうに思っております。医学管理料、こちらはですね、点数がこう100点になっております。でこの100点なんですけれども、ここはまあどのように、先ほどのですねオンライン診療料とそれから医学管理料をですね合わせて、これまあ170点を取っていただくことが可能になります。でこの管理料に関してのポイントは2点あります。まず1つ目は、初診はこれ対面診療で見てあげてくださいとなっております。でその後ですね、まあ、1ヶ月に1回取ることができるんですけれども、ただ3ヶ月に1回はオンライン診療ではなくて対面診療でまた受診するようにしてくださいとなっております。なので、3ヶ月のうちにですね、患者さんにオンライン診療を提供できるのは2ヶ月目3ヶ月目ということで、2回ですね、2回、3ヶ月のうち2回ですねオンライン診療を患者さんに提供することが可能になっております。ただ、まあ、患者さんにおきましては、これやっぱりこうオンライン診療をですね使ってあげることによって通院の負担がまあ3分の2、軽減されますので、まあ、非常に利便性は高まるかなというふうに思っております。で次のスライドはですね、ちょっと配りしたところにはないんですけれども、遠隔モニタリング加算ですね、こちらも少しご紹介解説をさせていただきます。でこの遠隔モニタリング加算は、これはですね、睡眠時無呼吸症候群、SAS のですね治療で CPAP があるかと思います。で CPAP で最近ですと、いわゆるその Wi-Fi タイプでですねデータを先生のパソコンに飛ばすっていう機械が出てきていると思います。で Wi-Fi タイプのものを使いますと、患者さんに関しては必ずしも通院する必要がございません。なのでそこの患者さんの指導をですね、このオンライン診療でやってあげる。そうすると遠隔モニタリング加算、これ150点ですが、150点を取っていただくことが可能です。ただここに関しても3ヶ月に1回は対面で来てもらわなきゃいけないというルール決めがありますので、ここはまあご留意いただければなと思いますが、ただ先ほどの管理料と同じように3分の2はですね患者さん通院負担減りますので、まあ、だいぶ何でしょう、患者さんにとってはですね楽ちんになったということでお声をいただくというのはですね先生方からいただいております。はい。そしてですね、こちら療養の給付と直接関係ないサービス等の費用なんですが、こちらはですね、まあ、要はですね、病院様の医療機関の収益に関してになります。なので、ちょっとですね、これは具体的な例をご紹介を後ほどさせていただきますので、一回こう、まあ、こういうものがあるんだなということで見ていただければと思います。であともう一つ、電話等再診のですね、見直しということで、こちらもですね、後ほどオンライン診療のですね、まあ、どういうふうに活用できるかっていうのが4つのですね、活用想定で、定まってますというかですね、活用ができますというところでお話がさせていただければと思いますので、まあ、一応こういうものがあるんだなということで見ていただければと思います。もともと3月までですね、その4月の診療報酬としてオンライン診療が新設されるまではですね、この電話再診で、オンライン診療というのは使っていただいておりましたが、これは4月以降もですね、使っていただくことが可能です。ただちょっと条件がありますので、それは後ほどご紹介いたします。はい。というところで、まずはその先ほどの療養の給付と直接関係ないサービス等の費用に関してのですね、報酬例ですね、ご紹介いたします。でこちらがですね、まずオンライン診療料、それから医学管理料を算定する場合の医療機関の収益例になります。で向かって左側がですね、これが対面の時になります。でこの時はですね、こうよいしょ、特定疾患療養管理料とそれから外来管理加算ですね、この2つを取って、いただいておりますので、お一人患者さんが来られると病院としてはですね418円ですので4180円の収益になります。で対しまして、オンライン診療を使うと病院の収益というのはどうなるかというと、保険点数ですとちょっと下がってしまいます。ちょっとというか、まあ、だいぶ下がってしまいますね。で、どのような仕組みになるかというと、このオンライン診療料とそれから医学管理料、それから処方箋料ですね、含めても238点という、点数になってしまいます。でこうなると医療機関さんとしてはですね、やっぱりこう、まあ、使いたいけども病院の収益これだけ下がってしまうと使えないということでお声をいただきますし、まあ、国としてもですね、そこはやっぱりこれだと進まないというところはですね、理解はしていたようです。そこでですね、国としてここの差額に関しては、患者さんから実費で徴収して、良いというふうになっております。
で、その実費で徴収して良い根拠、これがですね、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用になります。で、この療養の給付と直接関係ないサービス等の費用というのはもともとございました。で、入院をした時のベッドの差額代だったりとか、あとそのおむつ代ですね、その部分に関しては保険で行ったとしても患者さんから実費で徴収されていると思いますが、まあ、これがその療養の給付と直接関係ないサービスの費用になります。で、ここを例えば、患者さんから1500円ですね、実費で徴収した場合に関しては医療機関の収益としては3880円になりますので、まあ、そこまでですね、大きく収益を損なうことなくオンライン診療を患者さんに提供することが可能になります。ただし、対面と比べますとここは患者さんの実費分が増えますので、患者自己負担分というのはですね、960円ほどプラスになります。じゃあこの960円プラスになってしまうと果たしてその患者さんが納得されるのかというご懸念もあるかと思います。で、結論なんですが、まあ、我々今ご活用いただいている医療機関さんでその話聞くとですね、これぐらいの金額であればまず問題ないとお話しされます。で、どういうふうに説明されているかという聞くとですね、これは便利料ということでご説明されております。で、例えばこの960円プラスになるんですけども、待ち時間を待つ必要がないということであったりとか、あとはやはり通院の負担であったりとか交通費ですね、交通費というのが支払うことなく、かつ、まあ、我々のシステムですと30分間のですね、時間帯予約制になりますが、そこの時間帯の予約という形で先生の時間を抑えているというところになりますので、なのでそう考えるとこの960円というのは特に問題なく支払えますよというふうに、言われておりますので、この辺は特にご心配ないのかなと思います。そして2つ目ですね、電話等再診ですね、これを使った場合の収益例になります。で、こちらもですね、対面時ですと、まあ、72点とあと52点でトータルが、1930円になりますが、そこに対しましてオンライン診療ですとこのように少し減額をしてしまう、今してしまう可能性があります。ただですね、ここに関しては同じくですね、この電話等再診も療養の給付と直接関係ないサービス等の費用を、設定することが可能になりますので、ここの520円分をですね、患者さんから実費でいただくということが可能になります。なので電話等再診の場合はですね、まあ、より、損することなくですね、患者さんにオンライン診療を提供することが可能になっております。で、3つ目なんですが、自由診療です。で、自由診療もですね、オンライン診療を結構使っていただくケースございます。で、こちらに関しては実は対面と比べますと予約料っていうのをオンライン診療ですと設定が、自由診療に限ってはですね、保険診療はできないんですけども、自由診療に限っては予約料を設定できますので、予約料設定分、医療機関としては収益が増になります。大体これぐらいですね、500円から1500円の間ぐらいでですね、この予約料っていうのは設定されているケースが多く見受けられます。はい。で、まとめますとですね、まあ、どんな形でこのオンライン診療というのが現状こう使われているかということなんですが、4つですね、4つにこう分類できるかと思います。で、まず1つ目なんですが、こちら、保険診療でオンライン診療料と、それから医学管理料ですね、これを算定するケースです。で、対象となる患者さんに関しては、先ほど申し上げました特定疾患療養管理料をですね、算定している患者さんが多いかと思いますので、ここにありますように生活習慣病を有する患者さんですので、まあ、内科様がですね、まあ、相性が一番、これを算定することにおいてはですね、相性がいいかなというふうに思います。ただじゃあこれ内科さんしか使えないのかというとですね、当然そうではなくって、内科さん以外でですね、いろんな診療科が使われているんですけども、多くの診療科算定されているのがこの2つ目になります。電話等再診ですね。で、この電話等再診で使う場合はですね、例えばその先ほどもお話ししましたように、ごめんなさい、療養の給付と直接関係ないサービスとですね、あちらを取っていただくことが可能なので、病院の収益もですね、損なうことなくお使いいただくことができます。ただしですね、これは定期的な医学管理はですね、これはできないので、例えばその電話等再診で、ずっとですね、これを使ってオンライン診療で、患者さんに診療行為を提供できるかというと、ちょっとそれはできないというふうになっております。なので、例えば3回に1回とか、4回に2回ですね、こう対面の代わりにオンライン診療を提供するというような使い方になります。
なので、耳鼻科さんでいうと例えばその花粉症外来とかでお薬だけで通院されている患者さんに対して、まあ、この電話等最新の枠組みで、オンライン診療を提供されたりとか、あとは整形外科ですと、まあ、骨粗鬆症とかあとリウマチとかでですね、症状が安定しててある程度お薬でですね、コントロールできてますよと、そんなような患者さんに対してはですね、こう電話等最新の枠組みで使われたり、あとは、小児科でもですね、まあ、喘息の患者さんに対しても使われたりとか、そういったケースで使っていただいているケースがございます。あとは消化器内科様で、例えばその内視鏡の検査を行って、で内視鏡の検査後の検査結果の説明、これをまあ、異常がない場合ですね、例えばそのピロリ菌検査をして検査結果の説明が、まあ、4日後とかですね、1週間後ですよという場合にですね、それでまた LINE していただくのが大変なので、オンライン診療で検査結果の説明をするというような活用をしていただいているケースがございます。で3つ目ですね、こちらは遠隔モニタリング科さんですので、まあ、先ほどの CPAP ですね、150点を取っていただく活用の仕方がございます。で、最後なんですが、これは保険診療ではなくて自由診療になります。で自由診療に関してはここにございますように、まあ、結構ですね、保険診療と比べると幅広い活用していただくことが可能です。なぜかというと、守るべきルールというのはこれガイドラインだけになります。なので原則はですね、初診で対面の診療を行うんですが、その後はですね、その先生がですね、大丈夫だなこの患者さんはというふうになりましたら、もうずっとオンライン診療で、提供すること、診療を提供することが可能です。なので診療を行って薬剤を、提供することも可能になります。そうですね、でごめんなさい、先ほどですね、ちょっとその診療を行った後にこのお薬に関してのお話ちょっとしてなかったんですけども、この薬に関してはですね、まずオンライン診療で先ほどビデオチャットで行った後に、どうしているかというとですね、院内処方の場合はこれは薬剤を患者さんのご自宅に直接郵送してお届けされております。はい、で院外処方に関しては処方箋を同じく郵送して、いただくんですが、ここに関しては処方箋のルールがあるかと思います。発行日含めて4日以内ですね。これはですね、先生が方の裁量でですね、オンライン診療のためというふうにコメントをいただきましたら、ここは4日を7日であったりとか10日という形でですね、こうエクステンドすることが可能になりますので、なのでその間にお近くの薬局さんに行って患者さんがお薬を変えていただく、そんなような流れで、使っていただいております。で、自由診療、ごめんなさい、ちょっと話を戻しますと、まあ、どんな活用の仕方があるかというと、やっぱり多いのはこう不妊治療のカウンセリングになります。で働き盛りでですね、どうしてもこうなかなかこう頻繁に通院できないよというような患者さんがやっぱりこの世代って多いかと思いますので、そういった場合にこのカウンセリングをオンライン診療でやってあげる、でもしくはセカンドオピニオンであったりとか、あとは AGA、ED、もしくはリリースクリニックさんの、低用量でですね、こうピル外来っていうのもやっていただいているケースというのが非常に多いです。ところで、ちょっと今のところですね、こう活用の部分というのはご紹介したところなんですが、ちょっとここでですね、この後に具体的にどういった診療科がどんな科目をですね、診療メニューとして提供しているかというのをご紹介させていただければと思いますが、まずちょっと一旦どんなこうシステムというかですね、やり方になるのかというので、少しまあ我々のこのデモをですね、まあ一つ参考にしてですね、ご紹介できればと思います。まずこのオンライン診療のシステムなんですけれども、こう、システムとしてはですね、機能としてはまあ4つになります。で機能のモットーとしてはですね、先生方がこうオンライン診療をこう診察時間中にでもやっていただけるようにというようなモットーというかですね、システム構成をしております。なので最初にこう診察予約の管理というものがありまして、で、診察の効率化を図るために、患者さんこの予約をした段階でオンラインの事前問診というのをしていただきます。で、この事前問診を行った後にビデオチャットによる診察を行います。で最後に決済なんですが、これはすべてクレジットカードで行っております。
でこれちょっと理由がありまして、やはりこれはオンライン診療で行いますので、患者さんが通院をいたしません。なので、お金をですね、こう徴収するタイミングというのは非常に限られてしまうかと思います。でそこに関しては全てクレジットカードで行っておりますので、医療機関様としてはその取りっぱぐれみたいなですね、そういったリスクもないというようなですね、あの作り方で、させていただいているというところでございます。はい。で、患者さんですね、どんなような形で、このオンライン診療を受診するのかというところなんですけども、先ほどのですね、映像に関してはパソコンでやってたかと思います。で、パソコンはですね、あんまり正直言うと多くないですね。やっぱり多いのは、このスマホを使った受診が多いです。スマホであったり、あとタブレットですね、を使って受診をされます。で、この画面でもですね、非常にこう、綺麗に見えますので、基本はやっぱりオンライン診療って問診がベースになりますので、特に問題なくですね、このビデオチャットの機能を使って、スマホでやっていただいております。で、医療機関サイドはどのようになるかというと、こういった、ユーザーインターフェースなんですが、ここに関しては少しちょっとデモを紹介させていただきます。よいしょ。で、ちょっとインターネットのブラウザーの方をですね、移行いたしまして、で今これがですね、先生の、使われるサインの画面になります。ちょっと一回リフレッシュいたします。でこのようにですね、一覧になっております。でちょっと分かりやすいように診察待ちというものだけ映しまして、でこう患者さんの予約がこう入っているというようなですね、見え方になります。で時間、予約時間というのが一番左側にこう表記されておりますが、うちのシステムの場合は30分1コマという形で設定をしております。でこのただですね、例えばその予約をして患者さんのことを10時ぴったり見なきゃいけないのか、11時ぴったり見なきゃいけないのかというと、そうではございません。でここに関しては時間帯予約にしているので、10時から10時半の間で先生の都合がいいタイミングに、患者さんにアクセスしてあげてくださいねというようなルール決めになっております。なので、ぴったりじゃなくても、例えば10時10分とか20分になったとしても、特に患者さん問題なくですね、その場合は待っててもらうと、そんなようなルールになっております。で例えばじゃあ、ちょっとこの10時から10時半の患者さん24番をですね、これを見ていきましょう。で、先生がですね、やっていただくのは、非常にシンプルで4つボタンを押していただくだけという形になります。でまず、先ほどありましたオンラインの事前問診というのがありましたが、ここに患者さんが事前に打ち込んでいる問診がございまして、ここの問診を見ていただいた上で、診察を始めるボタンを押していただきます。はい、そうするとこのようにですね、これで診察が始まっておりまして、真ん中が患者さんになります。で、左側が先生の画面になりますが、このように先生の顔が映っているというところになります。で例えばちょっと耳が遠いであったりとか、難しいですね、言葉でなかなか理解ができないという場合は、こんな形で、患者さんのスマートフォンにテキストチャットを送ることも可能です。で、終わりましたら、診察を終了するで、診察を完了するボタンが、を押していただきますと、これで終了になります。でこれは一応ですね、先ほど少しご紹介いたしましたように、会計に関しては、先生がですね、行っていただく必要がございません。例えばスタッフ様のアカウントっていうのを別に作っていただくと、そのスタッフさんのがですね、全て網羅的にこう請求をしていただきますが、ここでさっきお話ししましたクレジットカードをですね、事前に登録されておりますので、請求金額の金額を押していただきまして、確定ボタンを押します。そうするとこれで患者さんのカードからの引き落としが完了されるという、非常にこうシンプル、かつ特に操作性に複雑さがなく直感的に操作できる、そんなようなシステムになっておりますです。はい。というところですね。はい。ありがとうございます。という形になりますが、そうですね。こういった形になります。はい。でここからですね、少しじゃあどういった医療機関さんがどんな活用で、どんな思いでですね、使われているのかといったところをご紹介できればと思います。まずこれ、栃木県の大林クリニックさん
になります。もうこちらはですねかなり早くからですね導入をいただいておりました。もともとは先生自体がこの IT のリテラシーというのが非常に高い先生だったので、まあ、これ面白いねということで、まあ、パイロット的にもすぐ使うよということで使っていただいたと、そんなような経緯があります。で現状ですと今電話等採診の枠組みで頭痛外来をメインに使っていただいておりますが、だいたい月で70名ほどですね診察の合間にですね使っていただいております。やっぱりこういった、まあ、電話だけだとですねなかなか気づけなかった患者さんのですね顔の表情であったりとか、まあ、表現みたいなのがですねこのビデオチャットだと把握できるので、まあ、やっぱりこう使いやすいであったりとか患者さんのためになるというようなお声をいただいております。またアートクリニックになりますが、こちらの大阪のアートクリニックですと、例えば婦人科の最新であったりとか、あと不妊治療に通う患者さんに対して使っていただいております。でオンライン診療の場合はその診療行為以外に医療相談の行為も行えます。で医療相談の行為ですとこれは必ずしも医師でなくても可能です。ですのでここはアートクリニックではハイバー用紙さんによるアートの結果をですね、行っておりますので、なので、まあ、先生が負担が少しでもですねこちらでこう減るようにという形でですねこのハイバイアイさんを使って、アートの説明ということもやられております。でまた瀬川記念小児神経クリニックですね、瀬川病でですね大変有名な瀬川先生の記念して作った病院なんですが、まあ、こことかはですね私どものサポートメンバーが実際こう病院に行ってこのオンライン診療をですねじゃあ初めてやりましょうっていうところでですね立ち会いというか立ち会いみたいなところですね参加させていただいた経緯があるんですけども、結構もともとそのオンライン診療を提供してあげようというふうに思われたきっかけがやはり小児ですので通院するのが非常に大変であったりとか、あとはチックとかですとやっぱりお子さん自体を連れてくるご家族の負担というのも非常に多いというところで、じゃあそういった患者さんに対して使ってあげようというので使って、使われました。で、ケースとしては自閉症の小児だっていうふうに聞いたんですけども、オンライン診療をですねこう初めて使ってあげるというふうになった時にまあ、その自閉症の患者さんですね、まあ、家にいながらこうビデオチャットをまあ、やってたというところなんですが、まあ、すごいこう何でしょう、実際こう病院のスタッフさんがですね非常にまあ感動したっていうような話でですね、自閉症の患者さんでやっぱりこう病院に行くとどうしてもこうちょっと緊張感だったりとかストレスっていうのがどうしても出てしまうようなんですね。で、そのビデオチャットをやって家でその診察をやってあげたら今までに見たことがないぐらいの表情をしてたということで言われて、でまあ、我々も本当にすごい感動してスタッフさんもなんか涙してたっていうぐらいの話だったんですけども、まあ、本当になので、まあ、これビデオチャットって当然その対面を補完する診療行為っていう形でオンライン診療って使われるべきものなんですけども、ただ中にはですねそういった形で患者さんの別の顔であったりとか知見というのを把握できるというのがあるんではないかなというところで、まあ、我々ちょっとそんな感じでですね思った、そんなような経緯がある病院になりますね。はい、あとですね、最近病院でも結構使われております、セカンドオピニオンですね、セカンドオピニオンをこれオンライン診療で行ってあげましょうということで行っております。結構やっぱり多いのは亀田総合であったりとか、まあ、岩井整形さんみたいにこう一つこうエッジを立ててですねここの診療科疾患に関しては強みを持ってるんで、いろんなところから患者さんがセカンドオピニオンをしたいということで来られているケースですね、まあ、そういった患者さんですとやっぱり北海道とか、まあ、遠いところですやっぱ九州沖縄とかからですねまあ、飛行機に乗って来られると、でそうするとまあ非常に大変なので、なのでそういった患者さんに対しては事前に、まあ、CT であったりとか MRI の画像をもしくは紹介状ですね送った上でですねビデオチャットによる医療相談を行っているという経緯がありまして、結構これでのご活用っていうのは実績が増えております。はい、この前の東北大学も、転換科ですね、中里先生って先生いらっしゃいますが、そういった転換のセカンドオピニオンをですね、やりたいということで、東北大でもですね、まあ、入れていただいたというような経緯があります。はい、でオンライン診療なんですが、結構その診療回数でですね、多い診療科を並べてみますと、こういった診療科目が
多いです。やっぱりトップは内科になります。やっぱりオンライン診療であったりとか医学管理料というのが取っていただきやすい、ケースが多いですし、やっぱりその見られる疾患群に関してもある程度その容体が安定している生活習慣病の患者さんがやはり多いですので、使っていただいているケースが多いと。ただまあ小児科、精神科、皮膚科、もしくは耳鼻科といった外来でも使っていただいておりまして、でこちらに関してはやっぱり多くは電話等再診の枠組みで使っていただいております。でちょっと一例でですね、どういった診療メニューで患者さんに提供しているかというのをご紹介、させていただきますと、まず内科さんは、まあ、こう生活習慣病であったりとか、あとはその痛風や高尿酸血症ですね、このごめんなさい、赤枠でですね表記しているのがこれが保険になります。でごめんなさい、これはちょっとスライドに記載がありませんので、ちょっと、画面越しで見ていただければなというふうに思います。であとはまあ頭痛外来ですねがありますし、あと青枠で囲っているのがこれが自由診療になりますが、まあ、自由診療で、まあ、例えばこの肥満外来のカウンセリングであったりとか、あと AGAED といったものがですね、まあ、非常に多いかなと思います。でただいずれのクリニックさんもですね、これ自由診療だけをこう設定しているということがあまりございませんで、大体こう保険診療と並列して自由診療を設定されている、メニューを設定されているというケースが多いです。で小児科に関しては、喘息の患者さんであったりとか、便秘ので、お薬だけでですねコントロールできているそんな患者さんに対して保険を提供しておりますし、あとはそうですね、有料相談という形で医療相談の枠組みで自由診療の枠組みだと使われております。と精神科ですと、やっぱりこう精神科の、電話等再診の枠組みで、使われているケースが非常に多いです。でここもやっぱり精神科の先生とかにお伺いをいたしますと、こう外来だと、見られないですね患者さんの様子がオンライン診療だとビデオチャットを通して見ることができるので、まあ、非常に参考になる知見が得られるということをよくお伝えされております。はい、で皮膚科ですと、アトピー外来であったりとか、あとは慢性のジンマシンですね、これを電話等再診の枠組みでお薬でコントロールできている患者さんに対しては使っておりますし、あとは自由診療の枠組みでも、ニキビのホルモン治療だったりとか、あと美容皮膚科とかもですね、まあ、使っていただいているというケースもあります。耳鼻科は多いのは SARS もしくは花粉症外来で、舌下免疫に関してもちょっとずっとお薬をですねオンライン診療で出すということは先ほどのお話通りできないんですが、ただまあ3回に1回とか4回に2回とかですね、そういったところをオンライン診療で使ってあげるというケースがあります。あと消化器科はやっぱり多いのが、内視鏡の検査結果のですね説明、これをオンライン診療でやってあげるやったりとか、あとは肛門外来とかですとなかなかちょっとその疾患的に患者さんがこう通院しづらいという側面がありますので、まあ、そういった、患者さんに対してですねこれを使ってあげるという形でやられているケースがございます。はい、というところで今までオンライン診療に関して、まあ、どういうふうに使われているかというところは以上だったのですが、まあ、ここからはですね少し今後のですね展望ではないですけれども、こうオンライン診療って、まあ、診療料がですねこう新設されてそれで OK なんだっけというようなですね、そんなこう議論からですねちょっと進めていければなというふうに思います。でまず結論的にはですね、今回このオンライン診療料それから医学管理料が昨年の4月にこう新設をされて、万事 OK だったかというと、まあ、そうではなかったという、背景があります。でまず一つ目はですね、やはりこうもともと使われてて、かつオンライン診療の相性が良かった診療であったりとか管理料というのがこれ算定から除外というかですね、対象外になってしまったということがあります。ですので、まあ、こういった疾患に関してはそのオンライン診療料それから医学管理料を取れずに、まあ、今なおですね電話等再診で使われているケースがございますというところですね。で電話等再診がやっぱり多いのが一番はその完全にオンライン診療料医学管理料みたいにガチッとルール決めがされてないというところになります。で電話等再診の場合は点数自体は当然オンライン診療料医学管理料と、比べると低い、まあ、72点になりますが、ただ療養給付と直接関係ないサービスの費用も、徴収いただくことが可能であるということと、あと必ずしもその3回に1回の対面診療っていうのがルール決めになってたりとか、あとはもしくはもともとの
施設基準の部分で6回の連続ですね、こう対面で見なきゃいけない、もしくは1年間に、6回ですね見なきゃいけない、そんなようなルール決めというものが電話等採取の場合はございませんので、なので比較的やっぱりこの枠でですね使いやすいということで使っていただいているケースが多いですね、多いです。引き続き電話等採取の枠組みで使われていると。ただまあこれだとやっぱり良くないというか、ここはやっぱりまあ当然こういったことが事実としてあるんですよということをですね、まあ、我々まあベンダーとしてこう把握できている部分というのは当然ここ国の方に伝えていかなきゃいけないよねということで、で、まあ我々に関してはですね、当然そのベンダーサイドからあまりこう説明しても国もまあねという形で終わってしまいますので、でここはまあ我々としてはですね、実際我々のシステムを使っていただいて、でこういった課題に関してしっかりと理解されている現場の先生方いらっしゃいます。なのでそういった現場の先生方のお力をお借りして、国に対してですね、こういった課題がありますということを挙げていくという、行動をしております。でこれが昨年の5月なんですが、東京の虎ノ門において、まあ、クリニックサミットって名前なんですけども、まあ、400名ほどのですね、先生方が集まっていただいたんですが、先生方に対して、実際にこうオンライン診療を提供しているいろんな診療科の先生方のお声をいただくというようなですね、会を作りました。はい。で、やっぱり結論ですね、こう、報酬がまあついたことによって、その算定の対象外になっちゃってる、まあ、そういった課題に関して、まあ、どうしようかっていうようなお話、議論みたいなのがやっぱりこう出てきて、まあ、いたというような会になります。で、まあ、我々としてはですね、これも海外を見てみますと、結論、まあ、日本ってちょっとまだ遅れちゃってるよねというところがあります。で海外に関してはこれガイドラインに関してはこれも臨床のガイドラインというのがもうすでに存在しております。なので先ほどの、オンライン診療をやるにあたってはどんなことを守らなきゃいけないのかみたいな、そういった運用のガイドラインではなくて、もうすでに臨床をこういうふうに使っていきましょうねというようなガイドラインが、まあ、アメリカですけどもすでにございます。なのでやっぱりこういった、オンライン診療を、まあ適切にですね、使っていただくということは当然なんですけども、その適切に使うことによって、患者さんをですね、よりこう、適したですね、こう、医療をですね、提供するような、そんな取り組みということも、我々が、も行っております。はい。で、ではじゃあ、そういったところも踏まえて、例えばその、まあ、我々のシステムを使っていただいている先生方であったりとか、あとまあ国って今どうなっているのかみたいなところですね、ここからお話をさせていただければと思います。まず一つ目なんですが、ちょっと左側ですね、左側にございます、これ臨床医による研究会というのはこれ発足をされております。で名前がですね、オンライン診療研究会というですね研究会になりまして、で別にこれうちのシステムを使っている先生方のみがですね登録されているというわけではなくて、当然その学会の前のですねその研究会というような部分になるんですけども、この研究会というのも発足されております。今聞いている範囲ですと約130から140名ほどの実際オンライン診療を、積極的にやるであったりとか、オンライン診療に患者さんに提供していこうというふうに思われている先生方が会には参加されているようでございます。はい。で国もですね、やはりまあこれ今回こう報酬がついてそのままでいいかといったら当然そうではないという課題意識は徐々になんですけども、まあ、持ち始めて明らかになってきているというところがあります。でオンライン診療研究会に関してはですね、こちら昨年の12月9日なんですけども、ここも同じく、東京ですね行った研究会でですね、実際のこう臨床での先生方のですね生の声ということを発表し合う会というのを作られておりました。で参加された、先生方ですね、先生のみならずですね、例えばその厚労省の佐古井技官とか、あとは、ですね、医師会のですね、副会長の山下先生もですね、こう参加をされて、まあ、けんけんがくがくな、こう、議論をされたっていうところありました。で、こちらはですね、一般の方も参加して良いというふうになって、一般の方、実際、こう、オンライン診療を使われている患者さんもいらっしゃったんですけども、まあ、その患者さんからですね、直接この、
なんすか、佐古井さんですかね、佐古井さんに対してなんすか意見具申みたいなのがですね出る場面もありまして、まあ、本当にこれだけオンライン診療を使ってもらうことによって助かっているのにもかかわらず、まあ、本当にこの使いづらいルールっていうのはどうにかしてほしいっていうようなあの話が今出てる、出てますよみたいなところですね、そんな話も出てたりとか、まあ、結構本当に白熱した議論があったというところでした。で続いてまあ国ですね。国が今どんな形でじゃあそれを踏まえて動いているかというと、やっぱり結論ですね、このオンライン診療に関してはかなり考えていかなきゃいけない、まあ、重点領域になっております。で規制改革推進のですね会議においても議題のですね医療介護分野に関してはほとんどですね8割方がですねこのオンラインに関してになります。で当然オンライン診療のみならず、オンライン診療、それから服薬指導、それから電子処方箋に関してがその議論になっております。で昨年の10月の29日になりますが、あの厚労省からですねそれを踏まえて、まあ、オンライン医療ってどういうふうにこう推進していくべきかっていうようなペーパーが出されました。でこちらは、まあ、オンライン診療に関してちょっと抜粋をしておりますが、まあ、結論ですね、ガイドラインに関して、それからあの来年のですね診療報酬に関してもあのよりこう使いやすい形に変えていこうというのがですね議論の訴状に上がっております。でその根拠だったりとか、そこの、部分に関してはですね、この安全性、それから有効性が確認されたものっていうものはその対象となる、疾患であったりとか、あとは、今、まあ、あのガイドラインでですね厳格に定まっている部分っていうのは徐々にこう変えていこうというような風潮にあるというところがあります。でそのオンライン、診療のみならず服薬指導だったりとか、あとは電子処方箋に関してもですねこれ、やっぱり変えていかなきゃいけないと、そんなような流れになってます。今現状ですね、先ほども院外処方の場合ですと、そのオンライン診療を行った後処方箋を患者さんのご自宅に郵送しているというような今運用になります。ただこれその運用の仕方ですと、結局患者さんがまた自宅から近くの薬局さんに歩いて出なきゃいけないというような形になりまして、まあ、全くこうシームレスなあのものになってないというものがございます。なのでここの、一気通貫でですねオンラインの医療を提供するにあたっては、このオンラインの服薬指導だったりとか、それから電子処方箋というのはですねあの一緒に絶対変えていかなきゃいけないというものがあの現状としてあります。まあ、こう今現状もしかしたらご存知かもしれませんが、そういったところでこの服薬指導に関してはトップで愛知県とそれから兵庫県、それから福岡でですねあのこの実際このオンラインによる服薬指導を、オンライン診療を行った後の患者さんに対しては提供してみたら、しているという現状があります。ただまあなかなかこう症例数も限られている中にはなりますが、そういった今動きがあるのと、あとまあ来年のですね、4月に関してはここのオンラインの服薬指導というのは、一つ、まあ、この特区だけではなくて全国的に点数化をしていこうと、そんなような流れになってきております。はい。で電子処方箋に関してですが、こちらも同じくその服薬指導をするにあたっては当然その電子処方箋自体も紙ベースでは全く意味がなくって、この処方箋自体も電子化をして患者さんが、まあ、持って出て、直接薬局さんにお渡しをする、そんなようなですね仕組みではなくて、電子化をすることによってシームレスに、薬局さんがあの服薬指導にあたってこの処方箋を見れる、そんなようなですね、取り組みが必要ということで、これはまあセットになって進んでおります。でここの電子処方箋の入札に関しては我々メドレーがですね受託をしまして、今、まあちょうどですね、今月ですね、そうか、今月からあの実際こうシステムをですね稼働して、これまあクラウドをベースとしてですねその処方箋を、薬局さんに直接持っていくことなくですね、処方箋の、受け渡しみたいなのをですねあの直接することなくできる実証実験というのを行っております。今のところ結構うまくはいっているので、おそらく、まあ、あのこのあたりもですねちょっと来年すぐその何でしょう、服薬指導とセットになって進むかどうかというとなかなかちょっと分からないところではあるんですが、まあ、こういったところもですね、今後国の取り組みとしてはですね進んでいくのではないかということで、まあ、よりですねこのオンライン診療だけでなくって服薬指導、それから電子処方箋がセットとしたあのオンライン医療ですね、そういったあの方向に動いているかというふうに思っております。ちょっとこのあたりはですね少しちょっとオンライン診療から少し外れるというかですね、まあ大きく言うとその
クラウドですね、まあ、インターネットを使うことによってよりこう適切であったりとか、あと効率的な医療の提供みたいなところにつながってくるところにはなるので、少しご紹介情報提供できればと思うんですが、まあ、電子カルテですね、こちらに関してもですね、やっぱり今まあ国としてはこう動いております。で、今ですとやっぱりこれオンプレミスということで院内にこうサーバーが置いて、その院内にサーバーがある電カルを動かして、で患者さんに対して、まあ、診療を行っております。ただそうするとそこの医療機関のみのデータになってしまって、当然そこで心身連携だったりとか病心連携みたいなのってなかなか難しかったりとか、あとはそこの地域連携みたいなところっていうのはなかなかこれ、もう各病院ごとにこう踏まえて備えているものだとなかなか難しいというような現状があるかというところがあるかと思います。で、そこに関して、まあ、我々もですね、このオンライン診療って一つの手段でしかなくて、ここにやっぱり一つですね、そのいわばその医療全体の最適化というところを考えて動かさなきゃいけないということを考えております。で、まあ、我々ですね、まあ、ちょっとそれをその解決策としまして、その院内サーバー型ではなくて、まあ、クラウド型 の、 その電子カルテというものを、販売しているというか作っております。で、もう本当にこれ患者さんとつながる、まあ、本当に新しいクラウド型の電子カルテということなんですけども、よいしょ、オンライン診療に関して言うと、まあ、いわばその一つこう患者さんを見るためのツールである、ただまあそれ別に全体じゃないよねということで、やっぱりコアとなるのはこの診療力ですね、電子カルテだというふうに思っております。で、この電子カルテを使ってこれをコアとして、患者さんが、まあ、よりこう、通院治療継続しやすいということを使ってあげるということが一つと、それからまあ医療機関としてはですね、やはりこれ単に電子カルテっていうだけで使うんではなくって、当然そこに通院継続であったりとか患者さんの様子っていうのが全部こう記録として残っておりますので、その記録をうまく有効活用することによって、例えば病院経営に生かしたりとか、あとはインターネットに当然つながってますので、その地域の医療連携に使っていただく、もしくはまあシステム連携の部分に関してもよりこれインターネットクラウドを使いますのでしやすくなるというところがあります。で、また患者さんサイドとしては、いわゆるその PHRではないですけども、患者さん自体が、まあ、よりこう医療であったりとか、あとは自分がもうどういうふうに、治療を受けているのかみたいなのが患者さん目線で分かるような、そういった情報をキャッチアップできるような体制を作ることによって、患者さんもこの診療に、治療にですね、より参画しやすい、そんなような環境が作れるというふうに思っております。はい、というところで、まあ、我々今同じ診療ですね、当然提供しているんですけれども、まあ、それ以外にこのクラウド型の電子カルテというものを使って、より最適化なですね、医療というものを、提供できるようなことをですね、目指しておりますので、まあ、もしですね、ちょっとこういった今日はまあご紹介させていただいたのはこのオンライン診療に関してですが、クラウド型電子カルテに関してもご関心ございましたら、ぜひお声掛けいただければなというふうに思っております。ということで、すいません、ちょっとバッとしたお話をさせていただきましたが、もしご質問よろしいですか。はい、ということでありがとうございます。さて、ご質問どなたか、なんかあまりにもちょっと癒されすぎて私の方に、すいません、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。実はわからないことだらけで、はい、すいません、非常にちょっと拙い説明で申し訳ございません。いやいや、そうではなくて、私の方の受ける側なんですが、とんでもございません。まずですね、はい、具体的に何が一番ポイントかというと、はい、そのオンライン診療料を請求するための基準っていうのがあるわけですよね。はいはい、そうですね、はい、ございます。それと、例えばその先ほどのヘリコバクターピロリの結果の説明とか、はい、そういう時はどういうふうにしてるのかなとか、はい、その花粉症の患者様が初診の時はどうなんだろうとか、なるほどなるほど、それ具体的にちょっとその保険診療との、はい、絡みで分からないので、はい、教えていただけますか。そうですね、ありがとうございました。すいません、ちょっとそのあたりがバーッとしたお話になってしまって大変失礼いたしました。で、はい、とりあえずの話しますか、それとも他に何かご質問ございませんか。よろしくございますか。じゃあそのことを、はい、はい、で、まずですね、そのオンライン診療を使っていただくにあたっては、使い方としては4つになります。で、まず1つ目が、この保険診療で使う場合に、このオンライン診療料、それから医学管理料を算定するケースです。で、こちらに関しては、先ほど、
冒頭にお話ししたその70点とそれから100点ですね、これを取っていただくパターンケースなんですけれども、ここにこの患者さんというかですね、この、取れる、疾患に関しては今こう制限がありまして、特定疾患療養管理用ですね、これを算定している、患者さんが、まあ、主にはですね対象になりますね。でそうしますと、その患者さんでどういう患者さんが多いかというと、この高血圧とか糖尿病を有する患者さんになってくるかと思います。でこの患者さんたちを見る場合は、その特定疾患療養管理料を算定している場合は、これをオンライン診療料に移行することが可能になります。はい。でただ特定疾患療養管理料を算定してないじゃあ患者さんに対しては全然使えないのかというと、そうではないというところになります。じゃあそういった特定疾患療養管理料を算定していない患者さんに対してどういう枠組みで使うのかというと、それが2つ目の電話等再診ですね、これを使って、見ていただきます。でこの場合よくあるのが、先ほどお話しいただきましたその花粉症であったりとか、あとはその内視鏡検査を行った後の検査結果の説明ですね、それを行ったときは電話等再診の枠組みで請求をしていただくことになります。はい。で、3つ目はですね、この遠隔モニタリング加算、これはまあもうかなりもうスペシフィックなんですけども、 CPAP ですねをやられる患者さんに対してはこれを使っていただいていると。でこれは150点加算が取れますという流れで、すいませんちょっとごっちゃでごめんなさい、私も分かりづらいお話になってしまったんですが、そもそもオンライン診療料それから医学管理料を取れる患者さんというのが、もう特定疾患療養管理料をはじめとしたこの患者さんだけになりまして、この中に入っていない疾患に関してはオンライン診療料とそれから医学管理料っていうのは取っていただくことはできません。はい。でじゃあそういった患者さん以外で、使う場合はどうするかというと、電話等再診の枠組みで使っていただきますという、すいませんちょっと そんな回答でよろしいでしょうか。はい。こんにちは。ありがとうございました。実は4月から導入するんですけど。あ、はい、ありがとうございます。施設基準を取るのに、はい、なんかその届けるというか、はい、それが必要なんですか。あります、必要です。オンライン診療料、医学管理料を算定する場合に関してはオンライン診療届出っていうものを出していただく必要があります。ただほとんど難しいものはないので、まあ、そこで跳ねられたっていうことはまず聞いたことはないので。はい。で一緒にやってくれるんですかね、それは。あ、手続きとか。ですね、書類はPDF でお送りすることは可能なので、すみません、ちょっと実際出していただくのは先生にやっていただくっていうことが、はい、必要になります。はい。まあ、今でもその電話再診やってるんですが、はい。だからそのメドレーのシステムを使って患者さんが予約した場合とですね、はい。はい、それと直接電話がかかってくる場合ってあるじゃないですか。ありますね。はい。した時に、はい、その直接電話がかかってきた時に、はい、その点数が取れないというか、あ、なるほど。どうなるんですかね。はい、会計も今まではね、あ、はいはい、次回来た時に徴収とかしてたんです。はい、なるほど。その電話で受けた場合で そのお金の徴収というのは次来た時にもらうということ以外できないと思うんですけども、こちらのシステムの場合はクレジットカードを予約時に登録いただく必要がありますので、なのでそのビデオチャットが終わった後に会計をしてそこで引き落としていただくことが可能なのと、あと電話結果もだから結局そのメダルのシステムを使わなくていけないということですか。あ、そうですね、オンライン診療の場合はおっしゃる通りです。はい。そうしますと、はい、初診の場合はやっぱり対面しないといけないんですね。はい、おっしゃる通りです。はい、保険は初診は対面です。そうですね。そうです。でその後最新のあるときに電話の方を使えば比較的使いやすいっていうことですね。はい、おっしゃる通りです。それをオンラインにする診療とするといろいろ縛りがあって、縛りがあって今そうなんですよ。はい、それは改定されていかないと利用しづらい、ね。そうですね。そうです。おっしゃる通りです。少なくともクレジットに関してはもうシステム入れないといけないですね。そうですね。はい。
でシステムを入れるのは、先生のところは契約する必要はないので。あ、そうなんですか。あ、ないですないです、うちのシステムを経由して、やりますので、あの医療機関さんはそうです、あのクレジットカードの契約はあのクレジット会社さんとの契約は必要ないです。なのでうちの、はい、それどっちが得なんでしょうかね。あ、っていうのは、はい、確かにクレジット使いたいという患者さんもよくいらっしゃるんです、ね、なるほど、はい、まあ、実際には導入してないんですけども、はい、システムをそっくりそのあの、はい、メドレーさん使うとしたら、はい、その中でやったらそれでいいと、十分でやったことですね。おっしゃる通りですね、はい、でその患者さんの利便性を考えるとそうですね、どっちっていうのはなかなか言い切れないところなんですけども、うちがそのシステムを使あの構成に入れているのはもうあの患者さんからこうお金を徴収するタイミングっていうのはオンライン診療だと非常に限られてしまいますので、先ほどみたいにじゃあ次回来た時にお金をくださいと言ってもその患者さんがいつ来るかも分からないですし、そのまま来ない可能性もありますので、まあ、そうすると医療機関さんがこう取りっぱぐれをしてしまう、そのリスクを防ぐためにあのクレジットカードの決済というのをシステム上で完備している、あの備えているというものになります。でただあの当然ですね、クレジットカード決済なのでクレジットカード会社さんに支払う、手数料というのがあるんですね。そうなんですね、ちょっとそれはうちの場合ですと 5% ほどいただいているので、なので、まあ、対面でその患者さんがいらっしゃるんでそこでお金を徴収できるんであれば、まあ、その 5% 分をどう考えるかというところかなと思います。はい、はい、あとあの処方箋ですけども、はい、有効期限延長というのは何日までとかルールが決まってるんですね。あ、ですね、こちらのルールはですね特にございませんで、例えば長期旅行でだったり海外渡航をしますっていう場合ですと、先生方あの処方箋の日数って増やせる伸ばせると思うんですけども、それが根拠になります。あ、そうなんですか。そうです、なのでそこは先生があのお決めいただくっていう。通常の診療の中で処方箋をこう、はい、いつまでっていうのは、はい、私が決めることができるものだった。伸ばせますよ。だったんです、ね。伸ばせます。そうじゃなかったです。ただコメントにあの なぜかっていう理由は必要にはなっています。そうしないと多分議員紹介で薬剤師さんから連絡来ちゃうかと思うんですが。コメントに理由を書けばいつまでっていうふうにするのは、はい、まあ、決まりはないということですね。いつまでというのはないわけですね。決まりは原則あります。あの発行日含めて4日以内っていうルールは。あ、そうですね。4日、はい、それを超える場合の話ですけど。あ、そうですね。そうですそうです。はい、そこは医師が判断をして。理由を書けばいい、ね。そうです。はい、分かりました、ありがとうございます。他にはいかがでございましょうか。はい、初診をだから見て、はい、生活習慣病の患者さんでね、はい、今は本当落ち着いたら3ヶ月に1遍とかで、うんうん、3ヶ月消毒とか出せるじゃないですか。そうですね、はい、それはできないわけじゃないですか。そういうことないですか。ですね、結論、3ヶ月分処方を出しちゃったらですね、確かに あんまりこう意味がないかなっていうのは、はい、あります。で、でそれをやってしまうと、ただ逆に言うと医療機関さんとしても収益減っちゃいます、はい、なので毎月こう見るっていうことをオンライン診療で行うことによって、あの医療機関がまあ収益をさらに増やしていただくっていう、そういう提案になってきます、はい、なので今もそういうふうにしちゃってる人もいるわけですね。あの患者さんですよね。その、はい、あのなんですかね、はい、あの電話再診も、うん、実はもうただでね、っていうかもうしちゃってるところもあるんでですね、はい、結果だけだからですね、もうなるほど、ボランティアじゃないですか。なるほど、取りづらいところもありますよね。確かに、ただまあこれに関しては予約、まあ、時間帯予約にはなりますけども、患者さんとしては予約をしてるっていうあのなんですかプレミアム感がありますので、まあ、そこに金額発生したとしても特にあのなんですか文句というか、はい、不平というのは出ないというふうに聞いてますので、なのでむしろ使っていただいた方がいいかなと思います。そういった感じさんに対して、はい、だから次回あの結果はだからこれで予約をしてくださいみたいな、はい、あ、そうですそうです、はい、あのパンフレットとか我々無償で提供してますので、はい、それはぜひお使いいただければ。ネットでよくして、あ、そうですね、おっしゃる通りです、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。いただいた資料の10ページの、はい、オンライン診療料の算定要件のところに、はいはい、医師の所在というのがありまして、はい、で改定後は、医師は医療機関内に所在していることというふうに改定になっているということなので、はい、院内での対面
にオンラインでやらないといけないっていう意味なんです。そうなんです。保険診療の場合はおっしゃるように、はい、あの医師はですね、医療機関にいながらあの診療を行うべきというかですね、行うようにということでガイドライン上あのあごめんなさい、その算定要件上決まっております。それ保険診療の場合なんですよ。で自由診療はそれがないんです。はい、なのでちょっとあの複雑なんですけども、自由診療に関しては結論ですね、あの先生は自宅にいながらそれを診療行為を提供したとしても問題ないです。はい、はい、保険診療は医療機関に、そうですね、いながらなんですね。 それは何かあの医療機関外であってるかどうかっていうのは分かってしまう。いや、わかんないですね。実際のところは正直な話、わかんないと思います。それは診察室だろうが、あの ご自宅ですごい綺麗な、なんか真っ白なところでやれてるほうが、患者さん自体は把握もできないし、で、我々別にそこの所在を別に特定するような機能は全くないので、はい、あのビジネスで何か残るってことはもう一切ないですね、実際のところは。はい。はい、ありがとうございます。今後変わる予定ですよね。あ、変わ、何ですか。はい。あ、そう、そう、自由診療はすごい、そうですね、そうです、そうです、多いです、おっしゃるように、はい、家にいながら、そうすると8時とか9時でも別に行えますので、そうすると働き盛りで、ちょっとカウンセリング受けたいなみたいな患者さんもあの予約を取れて、先生も家にいながら、じゃあ、まあ、寝る前にこうやろうかみたいなことも全然できますね。はい、先生にとってはあ、で先生もですね、別にそれ8時9時っていうのが嫌だったら予約枠自体を作らなきゃいいだけなので、これあくまでそうなんです、あの先生が、先生からですね、こう患者さんに提供してあげるっていう診療行為になります。はい、で患者さんから来るってことはないですね、そこはご安心いただければ。あと私から質問ですけど、はい、あ、ありがとうございます。例えばあの、はい、せっかくご縁があって来ていただいたんですけど、はい、こういう仕事をしているその企業さんって、あと他にもまだたくさんあるんですか？あ、オンライン診療を提供している会社ですね。はいはい、あ、そうですね。一緒にまあ普及しようっていう、はい、形で、まあ、僕らで言えば競合になりますけども、はい、主だったところですと、うち以外にまあ3社ぐらいですかね、頑張ってるところは。はい、一応あの、なんていうか、はい、あの選択肢は先生にはやっぱりご提供しないといけないと思うし、はい、あ、それはおっしゃる通りですね。はい、せっかくご縁はあったから、もちろん、はい、あの、はい、もちろんもちろんです、はい、でもうちはもうとにかく大事にしたいとは思いますけどね。あ、すいません、はい、ありがとうございます。はい、わかりました。そうります。はい、あとビデオチャットの内容とかはこう残ってる、はい、あ、残らないです。残らない、はい、そこはもう先生が診療録にあの書いていただくというところで、まあ、プライバシーの問題とかも含めて記録は残らないようにしておりますね。はい、あ、すいません、いいですか。どこまでは、まあ、全体でやって、はい、あとまでは全然個別でやるとかいうのは構わないので、はい、どうですか先生。あの先生方、他に何かどうしても聞いておきたいことはございますか。あとはあの締めて個別の対応なんてこともあり得ると思うんですけど、よろしゅうございますか。その記録上っていうのは、はい、カルテに記載する場合に、はい、オンライン診療をしたというような形での、はい、あのまあ、紙カルテだったら記載をするとかということで、はい、残すということになるわけですか。あ、そうですね、その辺の運用はですね、実際外来に来られている患者さんに対しての対応と全く同一で結構でございます。あのいわばあの外来の合間にこうやるっていうようなお話させていただいたんですが、あのイメージ的にはですね、さっき あの映像の中で船木先生が言ったんですけども、そのバーチャルにもう一つこう待ち合いができたっていうようなイメージ で外来で患者さん来られて診療録残します、じゃあお大事なさってください、でオンライン診療で患者さんの時間になったんでって言ってこう開けてやりますっていう時も、あの外来の患者さんと同じようにあの診療録に残していただいて、それで、まあ、紙だったら紙ですね、残していただいて、終わったらもう閉じて、で次の外来で待ってる患者さんどうぞっていう形で、まあ、そういう運用はですね、その外来の患者さんと同じような形でやっていただくことで全く問題ないです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとはじゃあ、 あの個別でということで、はい、ではあのオフィシャルにはこれで、今日のセミナー終了させていただきますが、はい、あの貴重なお話をいただきまして、太田さん、失礼しました、太田さんに感謝の握手をお送りして終わりたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。